とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はお気づきの方もいると思うけども、二人でやってます。よろしくお願いします。お願いします。え、何ヶ月ぶりですか？半年ぶりです。半年ぶりの半年ぶりの、はい、マイクラダンジョンズ。ついでに言うと、今さっきちょろっとだけレクチャーを受けたけど、全く何のことも意味が分かってません。だろうねまあ半年ぶりで、アップデートも結構あって、はい、うーん、ここにいるのも知らなかったし、ああ多分ね、増えてますもんね、うん、高級なんとかって言ったでしょ。はいはいはい、知らないですね。そうそう、アップデート結構増えてて、で今日が、はい、古代人狩り。誰それ？に行きます。古代狩り。うわ、ちょっと待って、なんかめっちゃ広くなってるね。前はここだけだったでしょ。そうそうそう、ね、前はここだけだったのに、アップデートでここの島ができて、ここができて、ここができて、でこの前、うん、ネザーが、ネザー、うん、ついにネザーができた。マジか。でネザーの横に古代狩りって言って、超高難易度のやつがあります。マイクラでも僕ネザーにも行ったことない。ああ、まだ行ってないですね。まだ行ってない、まあそんなにいや難しいけども、2人で行けば多分なんとかなるレベルなんで。それいいけど、さっき教えてもらっただけなんだけど。いや、大丈夫、2人いれば行けます。行ける、行けます。はい、まあ今回装備が俺が、うん、不滅のナイフ、はい、で井野さんが、うん、闘志の締め具、はい、だね。よくわからんけど、はい、まあまあ全然強い武器なんで、あ、はい、行きましょう。でまあとにかくある程度ついてきてもらえれば、送るかですかね。いいね。あ、もうだ、2人いれば全然いける。マジで？うん、2人いけば全然。怖え。はいはい、古代人、あ、もう弓バンバン使ってるけど大丈夫？まあまあ拾えば全然。あ、拾えばいけましょう。おー、怖っ。あ、なんか楽だな。怖いな。お、役に立ってるのか俺は。いやいや、全然ターゲットがばらけるんで。本当？全然余裕だな。あ、っていうか俺いるだけでいいみたいな感じ。もう全然余裕する。あ、 HP 見にくいな。 HP がすっごい見にくい。これはちょっと私は今、あ、ここにいるんだ。はいはい、よしよし。死んだら、うん、生き返らせないとダメだったかな。あ、確かそうだったね。生き返らせないと夜になる。夜、うん、で敵がなんかワンスタが出てきたような、あ、そんな感じだったね、気がする。で俺矢なくなった。あ、もうゼロ。もう近接で、近接で。ちょっと B は何だったっけ。あ、 B じゃねえ、あ、 X はなんか変な感じだよね。 X はキノコです。うん、キノコで、三角がアミュレットで防御力がある。あ、なるほど。これ敵も多いな。やば、もしかして。やべ、死ぬ。死んでいいのか。いや、大丈夫です。行きました。よし。両方とも爆発がついてるんで、敵を倒した時に、うんうん、敵が爆発するんですよ。あ、そうなの。で、ダメージ入るんで。邸宅に入る。え、なんもなかったぞ。あ、はいはい。こっち側です、こっち側。そう。うん。まだ行くのは早い。まだ行くのか。まだ。まだ早い。あ、やべ、死ぬ。何今の。今あれ、クリーパーっす。あ、クリーパー、クリーパーのダメージ半端なくない？やっぱ半端ですね。マジで二人いっぺんに死んだ。クリーパーはね、うん、ちょっと注意しないと。あ、わかりました。特に、うん、このエンチャントがついてるクリーパーはやばい。そんな即死レベルなの。即死レベルですね。やば、あ、爆発します。あ、ほら、知らないよ。いや、うわ、またついてるな。うわ、やべ、俺は生き残る。おー、あぶね。爆発しますよ。あぶね、どうね。くっそ、これ強えな。やば、ここここ、ここ、何ここここきつい。いや、エンチャントの敵は多すぎるんですよ。あ、死んだ。え、どうした。ちょっと待って、これ生き返らせないとマジやばいぞ。やーば、よっしゃー、ギリギリいった。ありがとうございます。よっしゃ、俺もう死にそうだよ。いや、俺も死にそうだ。やばい、死んだ。これ、きついな。やば、ちょっと待って、
あぶねえ。ちょっと息出します。あぶねえ。おいえ、部屋が欲しいよ。あ、いや、入ってた。なんですか。だから拾ったんじゃないか。ああちょっと待って、息出します。あ、無理。もうマジか。すげえ、クリパー。よっしゃー。 おい、拾えた。ギリギリ。おー、やっべえ。おー、あぶねえ。やべえ、死ぬ。あ、やばい、これ死ぬ。あぶねえ。し、おう。ちょっとね、エンチャントの、エンチャントのそいつ死にます。あ、今のはエンチャント、うん、光ってるやつがエンチャントやる。俺よく死ぬな。エンチャントパーティーの主役っていう。じゃあ待って。おいおい、死んだ。ちょっと待って。ちょっと待って、今ごめん、ナオチンのプレイヤーを見てた。ちょっと待って、待つ。やばい、あぶねえ。あった、ありましたよ。何があんの。ここ。あ、こう、それがあんの。あ、古代人です。古代人が出ました。マジか。ね、ここはさっきのジオマンサーがボスですね、うん。でもその取り巻きに、うん、氷を作ってくるやつが、うん、どんぐらいだ、7体か8体出てきます。ええー、まあまあとりあえず逃げずにやってみましょうか。はい、危なかったら逃げましょうか。はい、いきます。そこに出てきます。うわー、すげえ。何これ、やべ。何何、なんか頭の上にこう。ああ、ピョタ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 。何、よし、あぶね。これ何、よし、あ、でもいける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 。あー、いや、あ、ピョタ大丈夫です。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、いった。あ、でもいけるいける、全然大丈夫だ。いける大丈夫。まあ、一人で行くよりも全然なんてことないですね。でもめっちゃ怖いけど俺。L1 で回復。L1? あ、これか。あ、よし、あと1体です。よし、じゃあ、あと 近くで殴ればいいです。あ、オッケーオッケー、分かった。これでいい、これでいい。よっしゃー、来たー。2人とも、うん、冬の指先。それもいいやつなのか。めちゃくちゃいいやつですね。マジで。スキルが良ければ。スキルが良ければ、スキルが良ければもう最強ですね。マジか。いきましょう。次はライトニングロッドを上げる。どういうことや。難しいんですよね。まあ、印があるところを押していけばいいです。で、ここはクリーパーしか、あ、ボス来た。あ、バカ。ごめんごめんごめん。エボーカーもマイクラで戦ったことはないでしょ。ない。エボーカーって行きますよ。うわぁ。何今の。クリーパーが出てきました。マジか。やばっ、やばっ、うわぁ。いや、難しかったでしょ。難しかった。難しいですね、これ。かなり難しいね。今のはなんか、多分、うん、いつもよりもちょっと難しい感じがした。二人だから。うん、多分二人っていうのもあるんでしょうね。ちょっと、またもう一回次ちょっとやってもらえれば。わ、はい、かりました。うん、気をつけながらやっていきましょう。はい、はい、では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。